何としても成功させないとな。エリーズさんからのクエストも受けましょう。あらクライブ、いいところに来てくれたわ。なんだろうエリーズさん、ちょうどあなたの手を借りたいと思っていたの。運ぶ系ですか。何かあったのか。魔物退治を頼めるかしら。いいよ、詳しく聞かせてくれ。どこの魔物。この空模様になってあちこちが混乱続きでしょう。うん、首都ランデラも例外じゃないわ。別に多くのベアラーが主を失って町に溢れてる。うん、今はダルメキア軍が面倒を見てるけど、この状況で軍も彼らを持て余しているみたいでね。はいはい、ベアラーを。そこでそのベアラーをうちで買い取れないか交渉しているところ。おうおうおう、主のいないベアラーたちなら堂々と買い取っても面倒は起きないってわけか。うん、持て余してるんだったらね。その通り、大勢のベアラーを保護できる絶好の機会よ。道中に魔物がいるのかな。しかしそれと魔物退治にどう関係が。ベアラーを保護しようにも、なんせ今回は数が多い。イケメンですね。手ごだから連中が住むところを確保するために。あ、そういうことね。どこかの廃村を補修したらどうかと思っていた。ちょうど人目につきにくい谷の奥にカシロクって廃村を見つけたんだが、魔物の巣窟になってるわけですね。結構な数の魔物が住み着いちまってて困ってたところだったんだよ。わかった。それであなたに魔物退治をお願いしたくて。うん、どうかしらクライブ。もちろん魔物退治なら喜んでやります。ルボルからのクエストも受けていきましょう。よークライブじゃないか。何があったんですか。ルボル、あれから住民たちの様子はどうだ。うん、うまくいっているか。前来た時はなんか、なあ、おかげさまで仲間割れしてたよね。コンラーと率いる自警団と、うんうん、ナターリエが束ねる支援団。素晴らしい。急ごしらえの割には野党の襲撃にも対処できてる。ほんと、あんたらに一芝居打たせた甲斐があったぜ。なんて名前だったっけ。おじちゃん聞いて、ルボルったらすごいんだよ。この二人はみんなを仲直りさせたからダリミルの市長に選ばれるかもしれないの。本当にお偉いさんになるってこと。候補の一人として俺の名が上がってるってだけさ。そうか、やり手だからいいんじゃない。 もし市長になれたらもっと多くの孤児を救えるかもしれないな。うん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 。そうだクライブ、あんたに頼みたいことがあってよ。何でしょう。どうかしたのか。実は支援団が確保してる食料や物資のことを、はいはい、野党どもが嗅ぎつけたみたいだ。いくらでも野党がいるんだね。そいつを奪うためにバラバラだった連中が手を組み始めた。いくつかの野党たちが、まるで野党連合さ。野党連合。やつら日に日に大きくなってやがる。悪いやつらがどんだけやってきても町のみんなで倒すのに。さすがに。そうだよねルバル。勢力が大きくなってくると、まあ、しばらく平気だろう。だがいずれは手に負えなくなるかもしれない。そうなったら多勢に無勢、自警団と支援団が協力したって数で負けちまう。そうね、ここの人は増やせないからね。だから今のうちに一つずつ潰すことにしたんだ。ほう。そこであんたにも野党の討伐を頼みたくてな。オッケー。もちろんちゃんと礼はするぜ。引き受けてくれるか。わかった。討伐系が多いですね。タボールのクエストも受けていきましょう。あ、シリルさんじゃん。不死鳥の。これは閣下、不死鳥教団に御用向きでしょうか。ね、名前が。確かお前たちはアルテマの調査をしているんだったな。どうなる。何か分かったことは。いえ、お伝えするほどのことは。サブクエがあると聞いたんですが。よろしければ少々お力添えをいただけるでしょうか。はい、言ってみろ。現在クジェトフという村を調査しています。クジェトフ初めて聞いた。空の文明の遺跡を礎に作られた村で、我らの一翼を派遣しているのです。遺跡を。間もなく報告書がまとめ上がる頃合い、最初の隠れ家みたいな感じかな。お急ぎでなければその調査報告書を回収していただければと。わかった。調査報告書ね。いいだろう。空の異物れ待ちができてる。感謝いたします閣下。はい、まずはカシロクに向かいましょう。うわー落ちた。ここがカシロクか。わはめっちゃいる。さっさと魔物を片付けよう。オッケー。じゃあどうしよう。ここら辺に野党がいっぱいいるかな。さっさと片付けよう。いる？あ、いるね。やりまーす。よいしょ。おいお前ら！しろよ。無事か。やっつけた。おお、野党とも撃退してくれたようだな。う
ああ、だがどうしてあんたもここに。心配してくれた。知ったばかり。まずいことが起きた。え、急いで町に戻ってほしい。あ、もしかして野党が行っちゃったのかな。何があった。町の奴らが大騒ぎしてる。なんで。ルボルがベアラーだったって。どういうことだ。ああ、自警団が野党を撃ち漏らして、はいはいはい、何人か町に入り込まれちまったんだ。うん。その時ルボルのところの子供たちが襲われたんだが。ああ、魔法使ったのかな。ルボルが魔法を使って助けたんだよ。クリスタルを持たずに、うん、クリスタルなしで魔法。そんなことベアラーじゃなければありえない。そうね、みんな驚いたさ。いやでもね、これまで人として暮らしてきた。俺だってそう思ってた、うん、だからあいつにそのつもりはなくてもみんなを騙してたと思われても仕方ない。でも確かにな。でもだよ、何が起きるかわからん。ひとまずあんたもルボルのところへ来てくれ。わかった。ああ、わかった。そうだったのか。で、じゃあごく一部いる刻印を逃れてベアラーであることを隠して生きてきた人ってことだよね。突然覚醒することないもんね、多分。いや、ここでもベアラーが対等である価値観に変わってほしい。まったく、やっちまったよ。とっさに魔法を使ったら、まさかクリスタルを忘れてたなんて。いつかはこうなると思ってたけどさ。お茶目に喋るじゃん。ごめんなさい、俺たちが逃げ遅れたせいで。ごめんなさい。気にするな、バレるのが少し早まっただけだ。そうだよね、二人が無事ならそれでいい、うん、見ろよ、ベアラー野郎だぜ。なんでそうなんの。俺たちを騙してたんだな。なんか久しぶりにこのベアラー格差みたいなの見てるわ。このままにしておくのはまずい、うん、とにかく住民たちを落ち着かせないと。今それどころじゃないのに。こんな状態でまた野党に襲われてもしたら、守れるものも守りきれんぞ。急いだ方が良さそうだな。どうやって説得すんの。ああ、二人で説得して回ろう。俺は住民たちに片っ端から話してくれる。シド、あんたは酒場へ行ってくれ。酒場へ行って。自警団のコンラートと支援団のナターリエを頼めるか。うん、ルボルと親しい俺が行けばかばい立てしてると思われかねん。だがよその商人団と思われてるあんたなら少しは信用してもらえるだろう。何が違うの。やるだけやってみよう、うん、だってどっちが言おうと別にベアラーであることは変わらないし。今は下手に動かない方がいい。子供たちと一緒にここで待っていてくれ、うん、うっかり殺されたりしないでね。すまねえな。いえいえ、でもこの子供たちにとってはベアラーだっていう認識じゃないよね、多分。ルボルがね、悪い人たちを魔法でやっつけてくれたの。どう思った。すっごくかっこよかった。かっこよかったよね。ショックだったとは思わないよね。ルボルがベアラーでも関係ないよ、うん、俺にとってルボルはルボルだもん。いやー、なんか普通の人間の価値観だとこうだと思うんだけどな。いや、ショックならわかるけどさ、ベアラーも人間と変わらないんだなって思わない。やつにまんまと騙されてたのか。価値観よ。取り込み中のようだが少しいいか。なんだ、どこかで見た顔だが。こういう差別はあんまり日本で生きてるとないからな。ファイアビュート商人団の。あ、そうです。アンダーヒルさんだったね。アンダーヒルです。ああ、ルボルのことで話がある。忘れてた、アンダーヒルの名前。知ってるわ、ベアラーだったんでしょ。はい、やつに騙されてたなんてな。危うく市長に押すところだった。騙すってどういうこと言ってんの。ルボルはこれまで町のために働いてきたと聞いている、うん、ダリミルがうまくやってこれたのは彼がいたからじゃないのか、うん、どうせ人のふりをしてでかい面したかっただけだ。私たちはベアラーに従ってたのよ。許されることじゃないわ。人だろうがベアラーだろうがルボルがやったことは変わらないだろう、うん、あんたと奴がどんな関係かは知らんが、これは俺たちダリミルの問題なんだ。でもいなかったらさ、口を出さないでくれるか。いや、口も出したくなるわ、関係ない国でも。ダメだな、住民たちはどいつもこいつも話すら聞いちゃくれない。共感しがたいな、この価値観。こっちも同じだ。
まともに取り合ってくれそうもない。もうルゴルじゃ隠れ家に引き取ろう。今は何を話しても無駄か。仕方ない。いいよ、勝手に。ひとまずルボルに滅びればいいじゃん、この町。そうだな。いいよ、もう人に優しくできない人しかいないんだったらもう滅びていいよ。もうこの子供と一緒に連れてこう、ビクトルと。やっぱり誰も聞いちゃくれないか。ルボル自身がベアラを冷たい扱いとかしてた。時間を置いて冷静になればきっと分かってくれる。なんとかして住民たちを落ち着かせよう。もういいさ、そこまで必死になることじゃない。どうするのルボル。ルボル、俺のお師匠が口癖のように言ってた。武器は嘘をつかない。お前が撃った武器はお前の鏡だ。自分に嘘をつくな、自分を信じろってことだ。うん、お師匠も自分が撃った武器で殺されたくせによく言うよって笑っちまうけど、それでも自分を信じてる人だったから最後の瞬間は後悔してないように思う。だから俺も俺自身がいいと思ったことをする。ここに残るの？いっそこの状況を利用しまおう。ここで俺が悪者になればダリミルはさらに結束が強くなる。そうなれば野党連合が襲ってきたってきっと負けやしない。俺は頃合いを見てダリミルを去るよ。嫌だよ、ルボルがいなくなっちゃうなんて。一緒に行くか。ルボルはずっとダリミルにいてくれるよね。この状況だと無理だよ。俺がここにいちゃお前らにとっても良くない。それくらいはわかるだろ。バカなことを言うな。子供たちにお前が必要だろ。どういう関係な、孤児の子なのか。とにかく今状況が変わるまで待つんだ。いやでもルボル暗殺されなくない？おっさん、暗殺されるくない？そうかい。お前にとってはこの町も子供たちもその程度だったんだな。なんでそんなこと言うの。なんだかバカらしくなってきたぜ。俺は何のためにお前たちのことを。ビクトル、おい、好きにしろ。こんな時に。ルボル、このままでいいのか。仕方ないさ、他に策もないんだ。そうだ、野党退治は助かったぜ。 ありがとうございます。ちゃんと礼は出しておくよ。自分のことで大変なのに。さてと、旅支度を始めるとするか。あ、もう出るの。何かあったらすぐに知らせをくれ。ありがとな、クライブ。いえいえいえ。わあ、でもなんかさ、クライブがこう刻印を取ってからあんまりベアラー問題っていうのもあんまり出てこなくなったじゃん、最初ほど。クエスト中とかにだし、もう世界がそれどころじゃなくなってきたから、あのこんなまた見させられると思わなかったな。魔物たちを退治してきたのでエルイーズに報告しようと思ったんだけど、いない。テオドール、どうした。静かに。ではその内容で頼むよ。今後ともよろしくな。買い取ったのかね。ええ、こちらこそ。ベアラーを。あの男、何か気になるのか。いや、なんでもないさ。気になるぞ。それよりその反応が。カシロクの魔物退治はどうなった。やっつけました。あ、片付けてきた。さすがだな、仕事が早い。どうも。これからエルイーズに報告するところだ。エルイーズさんは、よろしくな。ベアラを買い取ったところ。俺がここで見てたことは姉貴には内緒にしておいてくれ。わかった。それと少し話がある。なんだろう。報告が終わったら俺のところまで来てくれないか。うん、分かった、いいだろう。後編がそのまま始まるパターンかな。あとはベアラー買い取りがうまくいけば。まだ時間がかかりそうなのか。今のは買い取ってたんじゃないの。今も私の仲間が交渉を続けてくれてるけど、ほうほうほう、なかなか大変みたい。相手は軍だもの、いつも通りにはいかないわ。なんかでも必ず成功させてみせる。いろんな書類みたいなのがいるのかな。いつも助かるわ、クライブ。
いえ、一旦前編が終わりですね。でこの後テオドールとの話で後半が来るのかな。来てくれたか。うん。それで話とは。姉貴と話してた男のことさ。はいはいはい。あいつは銀霊商団っていう巨大な商人集団の一員だ。はい。銀霊商団。ダルメキア全土で手広くやってる商団の一つでな。うんうん。あいつらは姉貴の詳細を見込んでずっと商談入りを持ちかけているらしい。おう。さっきのやり取りを見るに姉貴もまんざらじゃなさそうだが。怪しいのかな。運び屋はどうするんだ。姉貴には商人としての才能がある。うん。運び屋なんか続けるよりずっとためになるだろう。ほうほうほう。姉貴はずっとベアラーの保護を続けてきた。俺を助けた時からずっとな。だけどそのことに縛られすぎてる気がするんだ。仕事を変えるってこと？エアラーを助けたいって気持ちが助けなくちゃいけないになってるんじゃないかって。うーん。もし俺を助けたことでそうなったのならもっと自由になってほしい的な。俺がその呪縛から解放してやりたい。はいはいはい。テオドール。いやこればっかりは。姉貴に助けられてからずっとと幸せだった。本人に聞かないと分かんない。だから次は姉貴が幸せになる番だ。うん。銀霊商団に入ることがそのきっかけになってくれればいいけど。まあそれが幸せかもう分からないからね。この仕事を成功させて姉貴を気持ちよく送り出してやらねえと。うん。頼むクライブ、それまでどうか力を貸してくれないか。はい、まあまあまあもちろんだ。お互いにとっていい方向になる。ありがとうクライブ。力を貸しましょう。これが赤の正体最後の仕事。最後の仕事ですか。俺も気合を入れていくぜ。動きがあったらまた知らせる。その時はよろしくな。うん。最後の仕事っていうのはあれだね、この赤の商談っていうの自体を解散しちゃうからってことだよね。このまま受けましょうか。今取引がどういう状況になってるのかっていうのを確認してきてって言われましたね。誰だ。今回は相手が悪かったんだ。諦めるしかないね。え、もしかしてダメだったってこと。気を落とさないで、エル。え、せっかく魔物退治したけどベアラー買い取れなかったの。ええ、今仲間から報告があってね。うん。ダルメキア軍との交渉は、そっか、失敗に終わったって。頑張ってたのに。ベアラーたちは銀霊商団が買い取ることに決まったそうよ。え、どうして。私たちが提示していた額も決して安いものではなかった。でも彼らはその倍の額を提示したらしくて。何に使うの。こんな状況だから軍も金が必要なのはわかるけど。最後に覆されたが悔しいわ。あと少しだったのに。どうしたんだ。銀霊の方が何を考えてるのか分かんないな。随分と話し込んでいるようだな。なんで買ったんだろう。そんなテオドール、実はね。この話は俺たちで進めてた話だろ。なんで銀霊商団が割り込んできたんだ。うん。どこかで耳に入ったんでしょう。大掛かりな取引だったもの。エルイーズに嫌な思いをさせるため。このままにはしておけない。うんうんうん。今から銀霊商団に直接掛け合ってくる。なんか嫌な予感するね。立ち会ってくれないかしら。もちろんもちろん護衛する。構わないが。テオドールもついてくるでしょ。ありがとう、いつも助かる。黙っちゃおれんでき。ランデラ関所の近くに彼らを呼んでおくわ。あ、わかった。現地で落ち合いましょう。はい。テオ、あんたはカシロクで受け入れの支度を進めておいて。諦めてないのね。仮にこの取引が失敗しても。ああ、そっか。今後のベアラー保護で役に立つから。そうね、せっかく掃除したしね。また魔物が出ないかしっかり確認しておくのよ。お願いします。おい、姉貴。姉貴はクライブが守ります。この先のことなんて後で考えりゃ。もしかして姉貴は銀霊商団の誘いを断るつもりなんじゃ。でもああいう感じでやってくる人間と一緒に働きたくなくない。また一緒に運び屋を続けられるから俺としては嬉しいけど。でも姉貴が呪縛に囚われてるままだとしたらいずれは何とかしてやりたいし。悩める少年ですね。テオドール。うーん。やめやめ、
考え事は一旦後回しだ。姉貴がああ言ったんならこっちも腹をくくらないと。それじゃあ早速今後に向けての支度をしておくか。うん、俺は仲間と一緒に貸し録に行って整備を進めるよ。クライブ、すまないが、はいはいはい、姉貴のこと頼む。よく無茶しちまうからしっかり見ておいてやってくれ。わかりました。ああ、護衛します。わかった。何を考えてるんだろうね。来たわ。来た。わざわざ呼び出して何の用だね、エルイーズ。なんで勝手にベアラ奪ったんですか。とぼけないで。ベアラ買い取りのことよ。うん、あの取引は私たちと軍の間で行われていた。それを横から奪うなんて、うん、何を言うかと思えば、あれはもともと我々が目をつけていたもの。何の目的で。お前の商談入りを祝おうと運び屋の最後の仕事に花を持たせてやるつもりだったが、プレゼントしてくれるってこと。入団しないのならその必要もなくなった。断ったんだ。考える時間が欲しかっただけ。約束を反故にしたわけじゃない。ねえ、あなたたちからベアラを買い取らせてもらうことはできないの。それは無理な話だ。なぜ。あれからすぐに買い手が見つかり、ベアラたちは顧客の手に渡ったからな。すでに我々の持ち物ではない。物って言ってる。その顧客というのは。外大陸の商人だよ。外大陸。バリスゼアと外大陸では文化が違うようでね。外大陸の人会ってみたい、ね、ベアラーの輸送中も食事を欠かさず、身なりも整えるよう指示を受けている。はい、本当に。まったく面倒なことさ。もう幸せならいいんだけど。それは本当なの。ベアラーが。ああ、本当だと思う。嘘をつく理由もないだろう。ベアラーたちも外大陸に買われる方がマシな暮らしができるかもしれんな。外大陸ってどんな世界なんだろう。そこまで動いてるなら今回の件は諦める。うーん、でも入団の話もなかったことにさせて。お怒りですね。そうか、残念だよ。怖いな、なんか。ん？サレキ旅団に入団したらお祝いとしてベアラをプレゼントしようと思ってたけど、一旦その話をなしにしたことによってベアラを別のとこに売られちゃって怒ってるってことだよね、多分。残念だったな。今回の失敗は私自身が招いたことだわ。いやー、みんなには黙ってたけど。はい。ベアラの状況を先に掴んでいたのは実は銀霊商団の方だったのよ。あ、そうだったんだ。彼らは混乱に乗じて軍の内部に潜り込んでる。そこで知ったみたい。ちょうどその頃入団を誘われてた私は誘いに乗るふりをして近づいた。そして先に軍に交渉を持ちかけた。じゃあ抜け駆けしたのがエリーズさんの方だったのか。商談には気づかれてたみたいね。ああ、そういうことね。私が本当は入団する気がなかったことも、脇を固めきれなかった私の失敗、もっとうまくやれていたはずなのに。エルイーズ、ベアラーたちが不自由なく暮らせるなら私たちが無理をして保護する必要はない。そうね、分かってはいるけど、ちょっと悔しいね。私の手で自由にしてあげたかった。確信ないしね。エルイーズ大変だ。カシロクの仲間から知らせがあった。村の奥に凶暴なドラゴンが出たらしい。テオドール大丈夫。テオが応戦してるそうだが。はいはいはい、早く助けに行かねえと。なんでドラゴン出たの。なんてこと。エルイーズ、俺が行く。うん、待ってて。クライブ、テオお願い。やめてやめてやめて。なんだか嫌な予感がする。え、はめられてる。私たちもすぐに向かうから。わかった、それまでに終わらせとく。テオドール、カシロクまでは。カシロクちょっと遠いんだよね。ここから行くか。大丈夫かな。テオドールは村の奥だ。村の奥だ。分かった分かった、すぐ向かう。あっちにはエーテルダモリも出てるってのに。嘘。テオドールのやつまだ戻ってこねえ。心配心配心配。早く助けてやってくれ。怖い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 。すぐに向かう。すぐ向かうすぐ向かう。
心配だが大丈夫か。あ、オーリン溜まってますね。やだよ。アカシアとかなってたりしたら最悪なんだけど、さすがにないでしょうね。大暴君まで行ってる。どこだ、どこだ。ドラゴンいる？ドラゴンっていうかめっちゃウルフがいるけどな。テオドールの姿見えなくない？あ、びっくりした。これでは魔物はアカシアに。よいしょ。おー、こいつ強そう。ドラゴンがアカシアに、はい、そうだね。フェニックスシフト。よし、テオドールの姿1ミリも見えなかったし、結構このドラゴン強かったけど大丈夫かな。クライブ、テオドール、よく無事で。声が無事じゃなかったよ、なんか。アカシアになってるじゃん。姿は嘘でしょ。俺はベアラだから少しくらいいけると思ったけど。嘘でしょ。エーテルだまりに長くとどまりすぎちまった。さっきのドラゴンが思いのほか強くて。え、どうするの、どうするの。でもさすがシロだ、あのデカブツを倒した。でよ、これでみんなの村に襲いかかってきちゃうんじゃないの、これ。断る。お姉さんがどんな気持ちで。やだやだやだ、ちょっとせめてさ、お姉さんが来るまで。やるしかないの。クライブ、くそ、やるしかないのか。お姉さん来るまで。ああ、そうだよ。テオドール、気づいて。どうしよう。お前までアカシアになると。そうだよ。どうしよう。ああ姉貴、元に戻せないの。お前、え、まだあるじゃん。クライブ、どうする。姉貴を頼む。おい、え、やめろ。嘘、やだやだ。自分、ありがとう、エル。やだよ。ご遺体もないもんね、アカシアになっちゃったら。え、嘘でしょ。ありがとう、クライブ。少し落ち着いたわ。しばらくしてて何日間か経ってんの。あいつは勇敢だった。ドラゴンを相手に最後まで。帰ってきたらよかったのに。あんたのために戦い抜いたんだろう。私のために。私はあの子の思いを無駄にしてしまった。テオドールの思いか。あいつはあんたに商人になってもらいたかったようだ。そう、私が商人を諦めたことをずっと気にかけて。エルイーズ、
聞かせてくれないか、あんたたちのことを。私たちはカンベルの庄家の子として生まれたの。それなりに名高い家だった。両親は私に商人としての気質があると見込んで、あらゆる教育を受けさせた。でもテオは違ったわ。テオが15の時ベアラーだったことが分かったから。後々分かることもあるんだ。両親はテオを憎んで役所に突き出そうと。だから私はあの子を連れて家を出た。それからずっとベアラーの保護を続けているそうだな。テオドールが心配していた。自分を助けたことでそれに縛られているんじゃないかと。だからその呪縛から解放してやりたいと。正直に言えば何度か考えたこともある。あの時テオを助けずに商人の道を選んでいたら、私はどんな人生を歩んだんだろうって。それでも後悔はしていない。そうだよね、きっと。弟と一緒に暮らせたことが何よりも幸せだった。仕事も楽しそうだったもん。テオの笑顔を見るたびに助けてよかったって本心から思えてたの。でもテオはずっと負い目に感じてたのね。私の方こそあの子の呪縛になっていたのかもしれない。そんなことないよ。助けてなかったら。テオドールはこうも言っていた。姉貴に助けられてからずっと幸せだった。これからは自分の人生を生きてほしいとな。あんたたち兄弟は呪縛になってなんかいない。互いに自分の人生を歩み互いに思い合っていた。その通りですね。きっとそれだけだ。ずっとずっと二人で生きていきたかった。テオといるだけで私は良かったのに。テオ、テオドール。どうするんだろう。このまま運び屋を続けるわ。きっとテオも分かってくれる。私は運び屋という仕事を通じて人を救うことに心から喜びを感じてた。だからこれからもそれを続けていく。いろんなものを運んで多くの人を助けてたくさんのベアラーを保護していく。私が何かを運ぶことで人々を笑顔でいっぱいにしたい。あの日のテオのような笑顔に。それが私の生き方。これまでもこれからも。そうか、俺もあんたに協力する。これからもずっとな。ありがとうクライブ。私と今は亡き我が弟から心より感謝を。看板くれるの？看板くれそうだな。いやー、サブクエを進めることによってキャラクターが死ぬのやだな。だってこれ進めなかったらのほーんって生きてたわけでしょ。僕らの一枚の二運びや赤の正体の看板、二運びのお供である赤チョコボが目印、クライブの性質で見ることができる。私が何かを運ぶことで人々を笑顔でいっぱいにしたい。あの日のテオのような笑顔に。エルイーズ。辛いな。大丈夫なのかな。でも今までの護衛とかもずっとさ、テオがしてくれてたわけでしょ。いなくなっちゃったよ。私はこれからも運び屋を続けるわ。多くの人を助けてたくさんのベアラーを保護していく。私が何かを運ぶことで人々を笑顔でいっぱいにしたいから。
いやちょっとこんなに辛い終わり方にしないでいいじゃん。たかあーちょっと他の砂漠へも進めていきましょう。タイタン通りの先にあるクジェトフへ向かう不死鳥旅団だっけの人からなんか受け取ってくれって頼まれたね。オープン。不死鳥旅団名前が覚えられない。謎めいてる人たちだから。これってなんで。これは魔物？異物かな。異物だー。あの異物の仕業。空の遺跡があるもんね。よし、やった、羽ばたき。ジョシュアの仲間たちが皆殺しにされてるってこと？何か受け取りに来たんだよね。教団の者たちか。ジョシュア。旅の方、助かりました。お前たちは教団の一部の人。なんか服違う。そのブローチは雄筆様の。失礼いたしました。クライブ閣下でございましたか。はい。動く異物が現れ調査が滞っていたのです。仲間が結構死んでるのに。あなた様のおかげで無事に完遂できました。動揺とかが一切見られない。仲間が何人も死んでいるというのに調査を続けていたとは、なぜ止めなかった。我々の使命はアルテマについての調査、はい、ゆえにそちらを優先したまでのこと。感情は。死んだ者たちはそれで納得するとでも。ねえ、彼らもまた最後まで使命を全うしたのですから。宗教的な感じだからこういう考えってこと。ここに参られたということはご用件があったのでは。なんか調査書みたいなのが。シリルに頼まれて調査報告書の回収に。でしたら雄筆様にはこちらをお渡しいただけますと。はい。我々の使命はすべて大義のため、不死鳥の炎の絶えんこと。ジョシアも若干そういう価値観ってこと。アルテマを倒すためだったら命を犠牲にしてでも使命を全うする。それが大義だと。ごめんね兄さん、教団に古くから伝わる信条なんだ。僕が何を言っても覆らないものさ。ともかく報告書は手に入った。タボールへ戻ってシリルに渡そう。若干ジョシュアも私ヨーテだっけ、ヨーテさんに対する態度とか若干冷たいなーとか思っちゃうんだけど、まあでもそれはジョシュアの立場的な話なのかな。冷たいとかじゃなくて仲間が結構死んでおりましたが、シリルさん。閣下、お戻りになられたようで。ああ、教団員から調査報告書を預かった。渡しておこう。異物タッチに結構やられておりましたよ。伝えないのかな、その犠牲が結構ありましたみたいなことは。陳謝いたします。陳謝いたします。アルテマの痕跡を得ることができれば良いのですが。クジェトフでは教団員の一部が犠牲になった、仲間が襲われている間も他の者は調査を優先したそうだ。素晴らしいですね。お前がそう命じたのか。いえ、彼ら自身が選択したこと。大義のためならば命を落とすことも厭わない。教団員は皆それを受け入れております。それまでの命だったって思えるってこと。その考えを改めることは。これは我が不死鳥教団に古くより伝わる信条であり、教理。閣下、あなた様が何を命じられたとしても決して覆せるものではございません。宗教的なものって強いイメージだもんね。創始の命を果たすことこそ我らが使命、そして不死鳥教団のあるべき理由なのですから。教団のあり方に口出しできないことは分かった。だが一つだけ聞いてくれ。俺は人命を犠牲にしてまで使命を優先すべきだとは思わない。伝えるのね、それを。調査するにしても護衛をつけるなどやりようはあるだろう。
うん、ジョシアがいかなる世界を目指しお前たちに命を下したのか、それを今一度考えることだ。お、優しいお叱りの言葉。閣下の助言しかと受けたまわりました。うん、命あってこそだからね。根性の宗主ジョシュア様を信仰しております。うん、我ら赤翼の徒はたった一人の主に従い、その命を全うする。ご理解ください。あなた様がナイトとしてその席を全うするのと同じことだと。そうか、まあ、分かったけど護衛とかはつけて極力死なないようにして。大義を見失われませんよう。はい、平行線な会話だったな。言いたいことは言ったけど覆せませんよって言われた気がする。まあでもジョシアが言って汚いんだったらクライブが言っても聞かないし、まあ、ある意味死んだこともわからないよ。私は宗教とか全くわからないタイプの人間だからあれだけど、何か任務の中に携わっている中で死んだってことはある意味自分がその教えに貢献した上で死んだと思えるから、あ、これで私の役目終わったんだなって救われるにも近いんだったりするんでしょうか。わかんないけどね。わかんないな。なんか普通の人と喜びの価値観が違いそう。はい、ではぬるっといくけど、もう一個受けてる帰らずの森にある墓に指輪を埋めるっていうのがここなんだよね。なんでこの的への道まではとりあえず越えていこうと思います。まあ、速攻で戦いにはならないよね。アルテマがそこで待つとは言ってたけど、マザークリスタルを破壊してからアルテマとの戦いになるのか、マザークリスタルを破壊したらアルテマが死ぬのかね。それとも実はまだ最後のマザークリスタルじゃなくて過去に消滅したと言われてるマザークリスタルが出てきたりとか、まあ、いろんな可能性はあるんだろうなとは思いますね。はい、ここかな。なんか人っぽいのいるね。オーク族かな。ウォールードだからオーク族っぽいね。やりましょう。はい、すごい巻き込み。はい、え、まだ来るの？結構来てるな。敵の本拠地が近い。斬鉄剣、よし、ここ行った。おい、斬鉄剣、へへ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 、さすがにやったでしょ。オッケー。え、まだ来るの？まだ来る。え、すごい。あれ、これなんかムービーで見たやつじゃないのかな、この軍勢。なんかクリスタルついてんだけど重そう。今結構アビリティ使い果たした状態で来ちゃったな。あ、すごいワープしてくる。デカブスが来やがった。やるぞ。どこ行った？大軍やっつけたぞ。結構苦戦したね。ようやく終わった。大丈夫ジョシア？少し休むか。大丈夫、先に進もう。うん、ごほごほしてるよ。絶対大丈夫じゃない。行くぞ。でも休ませてあげるような暇もないんだろうな。目的地周辺、ここまでにしておくか。この門を開けたらいる？ウォールードの城？見えてきたよ。あ、あれが最後のマザークリスタル？ドレイクスパイン、最後のマザークリスタルだ。OD みたいな色してる。紫色だ。真っ暗結界だよ。なんか初めてちゃんとウォールードの
オートに来たけど、なんかもうだいぶ前から人としての生活は終わってそうな見た目してるね。これクリッテンホロー、ここにあのお兄さんのお墓もあるんだね。お兄さんのじゃない、あのお兄さんから頼まれたお父さんとお母さんのお墓があるところに指輪を埋めてあげるのか。ん、降りた。あ、これあれか、ディスキーモブだ、バイグルー。オッケー、やっつけていきましょう。かっこいい。なんか普通にこういうモンスターが湧いてるから、え、かわいい。え、怖そうだ。そうね、 A も結構強いや強いからね。危な、あ、危ない、危ない。油断せずやりましょう。かっこいい、この敵めちゃピカピカになるんだけど。おい、ワイルドチャージってそういうことか、めっちゃ回転するってことかな。危ない、フェニックスシフトでさよなら。オッケー、クワールにも近かったけど、なんか若干トナカイとチーターみたいな感じでしたね。レベルアップ、オッケー、45、クワールのヒゲ手に入れた。骨が折れる相手だったな。でもかっこよかった。うん、かっこいい。ちょっとジョシュアとトルガル全く蚊帳の外にしてるけど、仕留めたって感じする。なんかめっちゃ血出てるわ、すまんな。オッケー、やりました。オベリスクも解放して、解放された？された。ウィザールグレス平原、ドレイクスパインだっけ、いる？なんか京都のお土産屋さんにああいう石置いてあるよね。オートストーンヒルにはアカシアどもが渦巻いているはず。うん、ここからの道は城へと続く橋だけだ。うん、逃げ道はない。覚悟はできてるよ。うん、この3人で行くの。おお、ドレイクスパインですか。マザークリスタル、ドレイクスパイン、意外と他のところも行けるんだね。まあでも全部サブクエもやってるので、このまんま直行しましょう。どうなるの、ここで待ち受けてるのかな。オートストーンヒル、ボールド王国、めっちゃ周り海なんだね。何にやられたんだろう。アカシアにならなかった人がアカシアの兵とかにやられちゃったのかな。まるで戦場だな。うん、この様子じゃもう生き残りはいないかもしれない。そうね、周りもめちゃくちゃエーテルだまりだったし。やることは一つだ、破壊する。ああ、魔と騒乱。いきなりなんか和風なタイトルになったな。ちょっと待って、今更なんだけど、結構私アビリティポイントが溜まってるから、強化できるものを強化していこうかな。よし、結構アビリティにポイントを振りました。アカシックだらけだよね、多分。クリスタル神殿まで、あ、待って、リミットブレイクのゲージめちゃくちゃ増えたわ。リミットブレイクってこんな風に増えるんだ。もっと早めに強化しとけばよかったな。
すごいゲージももっと上がってる。すごいかっこいい。これザあれ使ってみよう。斬鉄剣かっこいい。待って、マスター化した斬鉄剣めちゃくちゃかっこいい。もっと早くマスター化すればよかった。超かっこいいんだけど。やば、なんか結構アクセス悪そうな作りだね。いる？ん？何ある？え？ベヒーモスか？わかんない。なんかでもベヒーモスっぽい。ベヒーモス。あんな魔獣まで刺激を。刺激？あ、しかもアカシック化する。多分。あー。アカシックビヒモス。え、あ、メテオじゃんこれ。まずい。え、どうすんの。あー、無理しないで。あー、やばいやばいやばい。イフリートの炎で破壊できるよ、きっと頑張れば。来た。うわー、かっこいい。ビヒモスここに来てくるんだ。やるよ。アビリティポイントを振ったから大丈夫。噛んだ。父よ、